ユー・チン・チェーンは、台湾のバイオリニスト。1994年、台湾のニキタ市生まれ。5歳でバイオリンを、はじめ、6歳で、台北市交響楽団にデビュー。台湾では、林家志山、陳明、李由金、陳水心くれないに支持する。2008年以来、カー,ーティス音楽院で、伊田川フィアンとアーロン・ローザンド教授に支持する。二千九年に、第十回、 サラサーテ国際バイオリンコンクールで1位、サラサーテ演奏賞を史上最年少で受賞。2010年第53回、パガニーニ国際コンクールで最優秀演奏賞を受賞。2011年ユン・イサン国際バイオリンコンクール第1位。2015年、チャイコフスキー国際コンクールでは、バイオリン部門最高位。以後、世界各国の多くのオーケストラと共演している。 2019年3月に初来日公演。現在、台湾をはじめ、アメリカ、ヨーロッパ、アジアの各都市でリサイタルを行っている。ロンドンフィル、ミュンヘンフィル、マリーンスキー館、チェコフィル、フィラデルフィア管弦楽団、フィルハーモニア管弦楽団、ロシアナショナル管弦楽団等とゲルキエフ、ビエロフラーベク、サロネン、プレトニョフ等の式で共演。 ドイツグラムフォント、契約、2枚目の CD で、プレトニオフ式ロシアナショナルカンとバイオリン競争曲を含むチャイコフスキー作品集を録音。ありがとうございます。